はい、どうもこんにちは、アキトです。前回は丸石を掘りにお出かけしてましたね。まあ、丸石は、ほぼ4スタックか。4スタック。でも多分ね、4スタックじゃ足りない気がするんだよね。あ、でもここにもあるからな。ちょっとしまいきらん。こんだけあったら、もしかしたら道引けるかもしんない。とりあえず回収した資材を精錬しますかね。師匠さんはトゲの鎧、トゲの鎧はいらんかな。防具貫通とか、銃撃、これなんかググったんだけど、どうやら新しい、アイテム、メイスっていうアイテムが、攻撃用武器ですね。メイスっていうのが増えて、それに使う用のエンチャントっぽいですね。あんまりなんか軽くググったけど、メイスはあんま使おうっていう感じじゃなかったから、使わないかな。みんな寝ちゃいましたね。あ、ちっちゃいの生まれてる。いいね。ちょっと畑の様子見に行くか。おお、実ってる。だいぶ部分的に育ってないとこもあるから、これもうちょい置いとこう。あ、夜になっちゃいましたね。寝ようか。1階の方の畑はどうなっているかな。こっち玉ねぎじゃねえや。じゃがいもと人参しか植えてないんだけど。じゃがいもはあんま育ってないな。お、こっちも使ってくれてる。石炭がね、いっぱいあるんで、これははかどりますね。よし、エメラルドが24個。もっと増やしたいな。ちっちゃい人は一人しか生まれてないのか。
です。鶏も豚さんもちょっと買ったからね、数がまた少なくなっちゃってるけど、牛にやる餌はないな。どうしよっかな、隣の村を開拓するか道を敷くか。せっかくだからこの人参もちっちゃい人が生まれるように村人たちに差し上げよう。よし、精錬終わったかな、まだかな。あ、終わってる。ちょっとぼちぼちスペースもなくなってきたな。鉄をしまいたいんだが、さあどうしよう。隣の村開拓するついでに道を敷く用意もしていく。まずは隣の村へ。パワードレールとかも用意していくか。あんま行ったり来たりするのめんどくさいしな。パワードレール。パワードレール、レッドストーンが足りねえ。足りなくない。パワードレール。こんなもんかな。あと他に必要そうなものは今んところをなさげ、まあ足りないものはね、また掘りに行けばいいし、とりあえずお隣の村行きますか。到着。んで、とりあえず今すぐ使わないものは、あ、ここにもパワードレールとレールがありますね。今すぐ使わないものはしまっといて、よし。どうしよっかな、村人の人数がそんなに多くない。いるのはいるけど
ぱ増やしてやりたいかな。ってことで畑作りますか。じゃがいも埋めようと思ったのに、人参も植えとこう。ああやらかしてた。スペースは結構あるからね、畑作んのはありかな。釣り具屋さん、農民さんもいるね。釣り具屋さんには今用がない。農民さんちょっと取引しときますか。よし、これでパンを焼いて、とりあえず食料を献上しておこう。あ、拾ってくれなかった。よし、これはいらん。よし、拡張。とりあえず道を敷いてみよう。現在地がここで、こっからまっすぐ行ったらここに平地の村があると。でここずっと平地なんで、そんなにね、あの高くしなくても良さげなんだよね。夜になっちゃうから一回俺も寝るか。あ、でもどうしよう、畑作るのが先か。ここにでっかい畑を作りたいもんね。ベッド貸してくれ。最近剣棒が多くてね、何かをしようと思う割には、何をしようと思ったのか全然思い出せないっていう、めっちゃ多いっすね。だから畑作るから、まずは畑だ。畑作るには丸石はいらんので、フェンスが欲しいな。ダークオークのフェンス。もうちょっとダークオーク足りないぞ。ダークオーク足りない。普通のオークのフェンスにしとけばよかったの。でここら辺、ここら辺をがっつり畑スペースにしたい。
1234 1 1 2 3 4、ここか、ん、ここ、違うな、もう一個お隣や、ここに水を汲む、この辺一帯を、このあぜ道を、あぜ道だと耕せないんでね、よし、でこれで土を敷き直します。こうか、よし、これで1、2、3、あれ、また違うわ、こっちやな、ちょっと水を取りに行きたいんだけど、めんどくさいね。あ、そうや、ここに水があるわ。これで1、2、3、4、こっちも1、2、3、4と。あれ、クワも作ってこよう。ちょっと数を数えながらじゃないとわけわからんくなるんでね。クワが作れん木材が足りてない、木材はそこら中にあるんで、ちょっと適当にオークとか切っときますか。これ多分ね、オークとか切ってるうちにだんだん何してたんだっけってなるんだよね。白樺は今はいらんかな。どれくらいあればいいんだろう。1スタックぐらいあれば当面困ることはないはず。
よっしゃ、1スタック。で、なんだっけ。そう、クワが作りたい。よし、これで木のクワをゲット。数を数えつつ畑を作っていきたいと思います。1、2、2、3、4、ここまで OK やな。ここは1、2、3、4、5、6、7、7か。じゃあ1、2、3で開けて、ここ水場にしよう。突然の雨です。恵みの雨や。あ、やっぱ木の道具は全然持たんね。木の桑2本ぐらいいっとこう。どっちどっち、こっち。雑草をくちくちよ。1、2、3、4、ここまでかな。んで、もう1列ぐらい行きたいね。こっから1、2、3、4で、ここに水と。多分夜だよね。日も暮れてきてるんで、クワを作るだけ作って寝ましょう。ベッド貸してね。1、2、3、4、ここまでいける。あ、ちょうどやん。ちょうどここまでいきますね。で、ここの1、2、3、4つ開けた、ここか。ここにも水を入れて、
耐久値持つかな。よし、何や、何か物を言いたげな視線を送ってきているけど、よし足りた。よし、こんなもんかな。オッケーオッケー。あ、ここ明かりがついていない。あとは種を植えるだけなんだが、種がね、この辺適当に掘るか。あ、雑草を駆逐して種が少ない。まあいいや。ダークオークのフェンスが、よし、これでいいかな。よし、畑完成。いいね、なんかうまくデッドスペースを使えた感じがする。動物小屋はもうすでに捕まってはいるんだよな。だからあとはどっかにまとめて買うだけかな。釣り具屋さん2人もいるね。農民さんもどっかおったよな。釣り具屋さんと農民さんだけか。鍛冶屋さんとかも欲しい気はする。ここ羊2匹豚2匹。あ、農民さん発見。ここは、ここも革細工師の家か。革細工師もいらんな。でもまあ多分村人自体が足りてない状態だから。お、鉄持ってくればよかった。ハサミがね、毛刈りがしたかったのに。
奥の木は邪魔だから切っちゃおう。鉄持ってきてる。ナイス。これで毛刈りして、ベッドを増やそう。農民さんたちにパンもあげちゃう。農民さんじゃねえや、釣り具屋さん。よし、それでちょっとでも人数増やしてくれ。他に作業台は、ここ豚さん一匹か。他に作業台はあるかな。あれ、出入り口がどこや、ここか。あ、ここ地図屋さんだね。地図屋さんはいないね。うん、村人をやっぱ増やしていかなきゃダメだな。さあ、といったところでお時間やってきました。無事いい感じにでかい畑はできましたんで、もうあとはここに種とかをね埋めていくだけですね。で、次回動物たちを一箇所に集めるかどうしようかな。どうしよう。この丸石をこう敷くのも早くやりたいしな、うん、まあでもまずはこの村をある程度整えてからかな。というわけで今回もここまでお付き合いいただきましてありがとうございました。